きです。そしてガチャガチャピンピンガチャピンです。わーい、まさかのガチャピンとコラボでーす。やば、嬉しい、どうしよう僕も嬉しいです。なんてなんて、ちっちゃい頃からずっと知ってるガチャピンがここにいるなんて信じらんない。今日はね、ガチャピンと一緒にムックのケーキをね、一緒に作ろうかなって思うの。本当に？ムック喜ぶよ。ねー、というわけでね、もうここにじゃあ土台を用意しといたの。もうこれだけでも美味しそうだよ。でしょ。これね、バームクーヘンをね、8個買ってきてね、つなげたんだ。そうなんだ。すごいね、こんなサイズのもあるんだね。そう、こんなの作っちゃいました。はい。で、ここに、手伝ってね、ガチャピン。もちろんもちろん。この中にね、ムックをびっくりさせたいから、このお菓子をジャジャジャーって入れてください。いいの？うん、じゃあ入れますよ。うわー、いやー、横にこぼれちゃう。ちょっとこぼしたね。マシュマロもちょっと入れちゃおう。そうなの？僕マシュマロも大好きなんだよ。よし、これで完成もしかなわけないじゃん。あ、よかった。これで、後でね、ケーキを切ってあげた時にお菓子がバラ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 って、ボロボロボロって、サプライズケーキ。よし、じゃあこれをムックの形に仕上げていくよ。え、どうやって？じゃんじゃん。スポンジケーキで蓋を用意しました。はい、蓋。それと、じゃーん。うわー、わー、すごい赤い赤い。これは何？真っ赤な生クリームでーす。生クリーム、あー、食べたい食べたいね。このままベロベロしたい。でもね、これでムックに仕上げていくよ。わかりました。じゃあスポンジケーキで蓋をします。はい、蓋をします。そしたらこれを、え、どうするの？ドーン。おー、大胆大胆よ、今日は。これをぬり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 していくの。そう、綺麗だね。ね、綺麗。これは何味なの？これはね、普通の生クリームだよ。そうなんだ。うん、でもバームクーヘンが、バナナ味と紅茶味。それもまた美味しそうじゃない？美味しそうだし、サプライズだね。ね、たっぷりたっぷり。ね、これ泡立てるの時間かかったんじゃない？いや、大変だったよ。ありがとうね。パンケーキ部分が隠れましたね。隠れました。で、さらに、あ、さらにもう一枚だー。これでムックの頭の形ができるかなと。なるほどね。頭の膨らみを2段でね。そうなの、すごいてんこ盛り。でもね、ムックは生クリームたっぷりも大好きだからさ、喜んでる姿が目に浮かぶよ。え、ちなみにさ、ガチャピンの好きなお菓子とかってあるの？お菓子？うん、そうだな。スイーツでもいいよ。うん、僕は割とね、全部好きだけど、強いて言うなら抹茶味かな。え、渋い。緑だからでしょ。そう、よかったね。そうなの。ガチャピン分かりやすいな。そう？うん。褒められてる？だね。苦笑い。よし、横も塗ってこう。くまみきちゃんは何が好き？私ね、でも私も和菓子好きなんだよね。あ、そうなの？うん、季節ごとにいろんな和菓子が出るもんね。そうなの。見てるだけでも楽しいよね。綺麗だからね、和菓子って。和菓子も作るの？和菓子まだ作ったことなくて。そうなの？そう、ちょっと今年やってみたい。そっか、皆さんぜひぜひ注目だね。あ、すごい、これすごいね。すごいね。なんかここからムックがどうやって出来上がっていくのか僕想像がつかないよ。もうちょっとしたらね、ガチャピンにも手伝ってもらうからね。また？分かった。はい、塗りました。なんだか美味しそうなもの作ってるんじゃないですか。あー、見つかっちゃったね、ガチャピン。見つかっちゃった。え、え、何、何、何、これ何かわかんない、なんかに似てない。え、え、何これ、え、何に似てる。
らないの、ムック。え、なんですか、教えてくださいよ。で、この色は何色？これは赤、赤です。形は？形はなんだか丸くて、こうね、頭みたいな感じですよね。ということは？もしかして、あれ、ひょっとしてこれ私？そう。あら、嘘、嬉しい。私の何か食べ物作ってくれてるんですか、これ。今日はムックのケーキをね、ガチャピーとこっそり作ってたのに来ちゃうから。ごめんなさいよ、じゃあもう私も手伝わせてくださいよ、じゃあみんなで作ろう。そうしましょう。じゃあ二人にお手伝いしてほしいのはこれです。何？フォークでこうやってムックの毛並みを整えてください。あら、わかりました。これはすごく大事な工程じゃない？すごい重要だよこれ。わかった、慎重にやってね。はい、じゃあ、じゃあお手伝いお願いします。はーい。ムック、私の毛を、毛をこんな感じかな。いい感じだね。みんなでやるの楽しいね。ね、違う、ムック自身じゃなくて、あ、びっくりした。ちょっと私いつの間にかハゲちゃったのかと思って心配しました。そうね、ちょっとこれちょっとハゲちゃうね。力加減が難しい、でもクリームだから直せる直せる。あ、そっか。え、これ生クリームなんですか？そう、生クリームだよ。ダメだよ、舐めちゃあダメ。バレた。後でのお楽しみなんだから。くまみきちゃんはこのケーキにいろんなことをね、何なんでもない。気になる。いいかな、いい感じだな。いい感じ。なんか結構ね、もさもさっとした感じが。どっちかっていうと寝起きのムックだから。そう、うん、え、でもいい感じだと思いますよ。いい結構ね。よし、じゃあ顔作ろう。はい、じゃあムックの顔を作ります。お願いします。絵を描くよ。描いてな感じだ。おお、よいしょ。よし、じゃあこの目玉をちょっとこうやって爪楊枝刺しておいて。あ、本当だ、ムックだ。あ、目がねちょっと前に出てる感じもね、うん、そっくりですよ。で、口を描きます。はい、うわ、むず、口すごいなんかよだれいっぱい垂れてる。食いしん坊な私が再現されちゃう。そうだね、すごい顔になっちゃった。じゃあ、でも、ね、本当にムックだ、ムックだ、ね、私がここにいますよ。じゃあムックの手、はい、手、お手、手を描いてください。このピアノも弾けちゃう、お手って。ムック、ほんとすごいよね。いえいえ、すごいな。いえいえ、そんな大したことじゃないですよ。すごいよ、私ピアノ昔習ってたけど何も弾けないな、今。あら、そうなの？昔やってたんですか？小学生の時ね、やってたんだけどね、何も覚えてない。あ、じゃあそんなに好きじゃなかった感じ？うん、やらされてた。あ、そうね。ちっちゃい頃好きだったことは何？なんだろう、もう男の子と一緒にサッカーしてたりとか。活発だったんだね、うん、じゃあ今度一緒にお外で遊ぼう。遊びたい。いいですね。できた、かわいい。わあ、イエーイ、かわいい。すごい上手。持ってきました。これ
すごくよくできてますよ。やってくれたの。すごいよね。それっぽいかなと思って。いや、もう完璧ですよこれ。これを最後に刺したら。刺したら。もうそっくりー。いやあ嬉しい。本当ありがとうございます。いやいやー、こっちのケーキにも話しかけてしまいそうねえむくーねえむくーねえねえむくーむくです。それじゃあみんなでいただきます。いただきます。痛い、優しくして。なんかもったいないね。もったいないですけど、でも食べたいけど、もったいないけど食べたい。いっちゃってください。じゃあ、いっちゃいます。よいしょ。大胆。うわうわうわ。あれ、え、これどうなってるんですか。これなんか、おわわわわわ、あらえ、あれこれ中に何か見えますよこれ。そう、え、なにこれ、なにこれ、あらあらあら、そっか、いっぱい何か出てきた。ありがとうございます。おおおおおいっぱい出てきましたよこれ。なにこれ、すごい。じゃ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 ん、これはあれですよね、マシュマロと、これは何ですか、チョコレート。わー、美味しそう。いっぱい詰めときました。うわー嬉しい。さっき言ってたの、なんかびっくりするって言ったの、これだったんですね。そう、これ。そうそう、いや驚きました。あー美味しそう。じゃあもう一個まず食べてみる。いいですか。じゃあちょっといただいちゃいます。いただきまーす。あ、おいしい、これ。おいしい、これ、あの中のケーキがなんか紅茶の味がしますよ、これ。よくわかったね。もうすごい香りがね、口に入れた瞬間からもうふわーっときてね。こっちにも香りしてくるよ。おいしい。そしてね、このクリームがね、甘くておいしいんですよ、これ。よかったね。ちょっとこれもうちょっと食べたい。よく味わって食べるんだよ。はい、じゃあ僕たちもいただきましょうか。食べよう、食べよう。取ってあげるわ。ありがとう。すごい、これすごいね。うん、えい、なんかいろいろ刺さってる。あ、なるほど。そうやってお菓子でバームクーヘンをつなげたんだね。そうなの。なんで倒れないのかなと思ってた。不思議だったでしょ。そういうことか。ほとんど。わ、すごい。なんか私の手がクリームバーミーで。はい。私も食べよう。一緒に食べよう。食べましょう、食べましょう。いただきまーす。いただきまーす。あー。うんうん。おいしい。おいしいでしょ。ところはバナナ味。え？だけど。味が違うんですか？違うんだよ。あらー。でもサプライズ。あらー。まあ。そっちの味も食べるのも楽しみですな。でもこのバームクーヘンさ、甘すぎず、だからクリームとマッチして、とっても美味しい。そうそうそう、それ私も思いました。ね、ね、みんな食べてる間にね、こっちの方が大変なことに。あら、私の後頭部がなくなっちゃいましたね。恥ずかしい、恥ずかしい。はさ、食いしん坊だから、とうとう体の中にお菓子が詰まってしまいました。あ、ついにそこまで行っちゃいました。じゃんじゃん。はい、というわけで今日はガチャピとムックと一緒にムックのケーキを作ってみました。どうだった？楽しかった？もう楽しかったし、美味しかったし、とっても嬉しかったです。よかったね、ムック喜んでくれて。本当によかった。本当に嬉しかった、ありがとうございます。そう、さっきはね、2人のチャンネルの方でもね、撮影をして、そっちではお弁当を作っているので、皆さんぜひそちらの方も見てみてください。見てね。概要欄にリンク貼っておきます。
けで今日もご視聴ありがとうございました。この動画楽しんでいただけたらグッドボタンとチャンネル登録よろしくお願いします。お願いします。お願いします。それじゃあバイバーイ。バイバーイ。